与田学会1904年、与田学会明治42年12月27日は、日本の漢学者、文芸評論家、小説家、劇作家。要名は、構造、新作り。通称は七郎、江門二郎、忌味縄ともむね。はじめ字を桃川と言ったが後に、これを本名とした。学会は、画号で、柳影とも合した。学会日録の著者。 漢文の作文、特に記事文に優れ、その著作、短回は、菊池三景の本庁、恐れ発信誌と並び称される。森外の師としても知られ、外の、ウィタセックスアリスの文猿先生のモデルでもある。下宇佐国桜藩の藩士で、長江奉行を務めた、与田天王の次男として、桜に生まれる。長寺で、藩公、重則書院で、漢学、京史を学ぶ。 明治5年、東京に出て、東京会議所の書記官になる。明治14年には県小書記官として、文部省に出まかし、音楽取調べ係となり、また、漢文教科書の編集に携わる。明治18年、文部省を退官、小6くらいに上される。退官後は、創作や文芸評論に力を注ぐ。 森鴎外に漢文を指導し、鴎外のベルリン留学に際しては、宗盛郡 EU ベルリン城を送った。鴎外との交流は、その小説、百物語や、ウィタセクスアリスに描かれており、特に、ウィタセクスアリスの中で、主人公が15歳の時に漢文を教えてもらう、文猿先生は、この学会がモデルとなっている。鴎外の他にも多くの文学者と交流があり、 高田露伴を分断に送り出した。カ田王公とは、同門で、王公が死去するまで親しく交際した。演劇では、川上をとじろうのために、周囲後実練し、楠木という歌舞伎が勝った、創始刺激を書いたこともあったが、九代目、市川團十郎の演劇改良運動に賛同する知識人の一人として、歌舞伎の近代化を目指し、いわゆる活器物の創作に協力。 吉野周囲名家誉れなどを書いている。自ら文化人を自負する学会は、旧来の狂言作者を無学の俗物と見下しており、川竹木網のことまでも、馬鹿と酷評したこともあったぐらいだが、その木網の書いた新皿屋敷月噂で、主人公の総五郎が、最愛の妹を殺されて、禁酒を破り、衰退に陥ってゆく下りを目の当たりにすると、あのようにはなかなか書けるもんじゃない。 やっぱり奴は天才だと称賛している。明治42年、死去。去年77歳。長男の与田美教医師へは、第一高等、中学校医学部進学後病気療養となり、海軍士の編纂に携わった。おいに、歌人の与田修保がいる。擬曲著作、与田桃川に関するカテゴリー。